はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。納金デッキ製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、皆さんは炎山期ファイナルシグマというモンスターはご存知でしょうか？マジで納金めちゃくちゃ強い、このモンスターを今回は活躍させていこうというふうに思ってデッキを組んできました。あのね、まあ、このモンスター多分使ってる人も結構いると思うんで、まあご存知な方も多いと思うんですが、一応効果説明しますね。あのチューナープラスチューナー以外のレベル12汎用シンクロモンスターです。でエクストラモンスターゾーンにこいつが存在する限り残機カード以外のカードの効果を受けないという効果がありまして、結構ですね、この耐性がすごく硬くて、結構フアンダリスとか最近あいつらになんかファイナルシグマ立てるだけでなんか相手黙るみたいなことも言われてたりとか、こういうテーマ、こういうカードめっちゃ強いんですよ。で、2番目、エクストラモンスターゾーンのこのカードが相手モンスターとの戦闘で与えるダメージが倍になる。非常にこの効果が強くてですね。なんか要は、こいつの打点を上げることさえできれば、なんかそのワンキルが取りやすいという。まあ、ちなみに、残機カード以外の効果は受けないんで、残機のカードの効果で、まあ、打点を上げていく必要がありますね。はい。だから単純にその装備魔法とかでは上がらないっていうこと。でこのカードが戦闘または相手の効果を返されたらデッキから残機カードを1枚打っていかないかやるっていう後続を用意する効果を持っていると。でこのファイナルシグマがめっちゃワンキル取りやすくて、どういうコンボがあるかっていうと、まずまあシンクロ召喚なので、チューナーとチューナー以外のモンスターを並べれる必要があるんですけれども、残機ってね、まあ鍵モンスターいっぱいいまして、この辺のモンスターたちが結構特殊召喚結構簡単なんですね。でこれの特殊化するモンスターを、まあ、並べて、でシンクロ召喚をしていくっていうことになるんですけれども、お手軽打点アップおじさんがいました。これが、まあ、マルチプライヤーっていうモンスターですね。これ自分のフィールド上のサイバースベリオンモンスターのレベルをまず8にできるっていうのがすげえ強い効果と、ちなみに4で統一されてるんで、4チューナーとこいつレベル8にしてシンクロしていくってことが多いんですよ。炎山期ファイナルシグマでこいつが墓地へ送られたら、エクストラモンスターゾーンの自分のサイバーソグモンスターを打点倍にできるっていう効果がありまして、これでファイナルシグマの打点を倍にしたり、あとねすげえのはね、このねアクセスコルトーカーとかの効果もね、効果っていうか打点も倍にできるんで、アクセスの打点も1万とかなったりするんですよ。これがすごい強い、こいつがマルチプライヤーは。でなんで1枚かっていうと、出来方してくれるから。こんなのはナブラっていうモンスターがいて、こいつがフィールドのサイバーストックをリリースすると残機モンスターを出せるよってことがあるから、ナブラを使ってマルチプライヤーを出してきて、でナブラとマルチで、シンクロするとなんか打点が倍になって、でしかもナブラの効果でなんかモンスターに2回殴れるみたい なんかやべえモンスターが爆誕するんで、まあ、攻撃表示モンスターさえいればもう勝ちみたいなところまで持っていきます。で、まあ、その展開を補助するために、まあ、カードが入ってるっていう感じですね。でこのデッキ完全に私後攻用に組んできましたので、まあ、先攻は手札誘発で頑張って、相手を妨害しながら、まあ、一滴とかを使って、高校の相手のモンスターの、まあ、効果を無効にして、で、ファイナルシグマとかで殴っていくっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、展開自体はね、ちょっといくつかパターンもあるので、対戦とか見ていただければなと思いますんで、早速ね、やっていきましょう。一番のミソはね、これ、ザランベルシアン。みんなソリティアでしか使ってないと思うけど、このカード。ちゃんと残機で使うと、めっちゃ強いんですよ。これを見せていきましょう。デュエル。スタンバイ。悪くない。よし、隕石を降らして相手の展開を完全にストップさせてやるぜ。隕石もね、結構ね、攻撃力がね、3000なんで、サブトラとかアディオンとか使うとね、いけるんですよ。結構ワンキルが、はい。まあ、これが強いところですね。さあ運命の旅路の効果、とりあえず2ビル通んねえか。2ビルは通んないか。うららある。ちょ、増殖するに通る。一応誘発一応3枚も持ってんだけど俺。今回は完全に高校用でね、ワンキルしていくように一応作ってあるんで、まあ、先行でも一応やることあるんですけどね。高校用でワンキルしていくように作ってあるんで、一応ね、誘発が結構いっぱい入ってますね。先行のこういう展開をなんか何とかするように。で、それはもうどうでもよくて。で、水使いからの、ラメシアの儀を発動される効果にチェーンして、ゴキブリぶん投げんだけど、これ通んなかったらマジで、いや本当ゲーム参加権、ゲーム参加権を払っていく、頼むマジで。通れ通っていく。オッケー。通ったらでかい、非常に。ライトニングストーム今あんまいらねえな。今あんまいらないが、まあでもこれ増殖する時に通ってるんで、まあそんなかなんかめちゃくちゃやばい展開はされないと思うんですよね。まあグリフォンライダーは出てくると思いますけど、まあグリフォンライダー出てきてエンドみたいなぐらいの感じなんじゃないかなと思うんだけども、まあ無限包囲もあるし、2ビルもあるし、まあそんなにやばいことは起きないとは思う。
さあ、サイレントブースをもうちょっと食っていく。 OK で、サイレントブースを除外してファントムナイツマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。で、ファントムシェードブリンカンダイ、あーブレードはまあでもライトニングストームで飛ばせばいいかな。まあそんなに大丈夫で、で、不正そんな伏せる。え、これライトニングストームで吹き飛ばせ、あ、やった、グリフォンライダーさえも出てこない、やった。あ、でさっきあれか、旅路サーチしたのあれか、あの女か。あー、ええやん、割とこれ召喚剣使われて展開できますね、一応。まあ、とりあえずライトニングストームをぶっ放していく。君の魔法トラップカードは全て破壊させてもらうぞ。ちなみにちょうど600とかいうゴミみたいなモンスターが棒立ちしているぜ。なにーなにー、いや、無限保養で無効にできる。うお、無限保養発動、デスサイズの効果通るとなんかエクストラからモンスター出せなくなって俺詰むからよ。さあ、無限保養の効果、デスサイズの効果を無効にしていく。危なかった、非常に危ない危ないカードセットしてんのお前、やるじゃねえか。でだな、サブトラの効果発動、お前のモンスターの攻撃力をゼロにさせてもらうぜ。そしてサブトラを特殊召喚、さらにサブトラ一体でリンク召喚、リンクディボーリー、いや、ディサイボー、ディサイブルディボーディーはね、サイバースギミックの、まあ、まあ、なんていうんですか、メインギミックみたいなとこありますかね。で、パラレルエクシードの効果発動、パラレルエクシードの効果によって、このカードを特殊召喚し、パラレルエクシードは、パラレルエクシードをレベル4で特殊召喚できる。ほい、これがね、本当に残機と相性いいんでね、レベル4、2体でエクシーズもできるし、もちろんサイバースなんで、まあ、ディボーティディサイブルもできる。シンプルにいこう。レベル4のモンスターが2体で、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよ。改ざん機、ダランベルシアン。ダランベルシアンはソルティアで使うだけじゃないんだぜ。残機カードをちゃんとサーチすることができるんだぜ。これでナブラをサーチしてくるぜ。そして、ダランベルシアンの効果を発動、フィードのサイバー速モンスター1体をリリースし、あれや、あのナブラを特殊召喚できる。ほい、そしてサブトラを召喚、ナブラの効果発動、ナブラはフィールドのモンスター1体をリリースし、デッキから残機モンスター1体を特殊召喚できる。現れよ、マルチプライヤー。そしてマルチプライヤーの効果発動、マルチプライヤーをレベル8に変更できる。レベル8のマルチプライヤーにレベル4のナブラをチューニング、真空召喚、お前に見せてやるぜ、これが史上最強のノーキンモンスター、現れよ、エンザンキファイナルシグマ。このモンスターの攻撃力をマルチプライヤーの効果で打点を倍にし、そしてナブラの効果でこのカードはモンスター2回攻撃できるという効果を発動しておくぜ。ちなみにこのモンスターでの戦闘ダメージは倍になる。ちなみにこのモンスターがエクストラモンスターゾーンに存在する限り何の効果も受けない。ゆきえファイナルシグマファイナルアタック、うおーっとファイナルシグマ強え、最強。怪獣とかだったら入れてもいいかもしれないね。まあ、でも怪獣でしょれるかとか言われると怪しいよね。今結構勇者がいっぱいいるからさ、勇者プラス何かっていう妨害になると思うんですよね。だからその、いきなりフュージョンディスティンはさすがにウララ、さあウララ止めることができるか。いや、これ結構ね、相手のね、動きはね、指名され、ご指名ありますね。はい。幼女をご指名で、わかりました。怪獣とか入れてもいいけど、怪獣1枚で返せるかって言われると微妙だよね。この今のこの環境ね。まあ、グリフォンライダー1枚をしょるとかはできるかもしれないけどね。まあ、やっぱり最強なのはね、あれですね、一滴が一番強いと思いますね。はい、一滴があればまあ返しやすい、非常にね。さあ、デストルフェニックスがまあ無限保養で、あと手札が出てきたの嬉しいな。そんな感じで終わる、なんか相手クソ手札が弱いな。まあしょうがねえか。まあでも守備表示になってるとモンスターがこれアクセスがちょっといけないので、まあ、一回ハーブのハネボッキ打つでしょ。あれね、モンスターがさすがに1体から無理なんだよね。一番初でもないのこのデッキなので、一応ですね、神通 OK、神通はなかなかいいカードを抜いた。まあ、これは一回遠慮して戦わないじゃない。これはもうね、大丈夫です。特にね、ワンキルそんなされないと思うから、2枚からは。はい。だからぶち込んで、まあ、ちょっとモンスター1体足りないとちょっとさすがに無理なんですよ。残機ワンキルは。なんで一回ちょっと墓穴で分からせてもらって、はい。で、無効になってるので、まあもう相手はデスフェニンギミックが完全に死亡していて、一応、ディバインガイの2ドローがもしかしたら入るかぐらいか。いう感じですね、相手は。まあそのカードが何なのかによるけども、
セット、あー、2枚ドローは入れられそうだな。オーケー、いいだろう。多分ね、伏せであったからそんなに強くないと思うんだよな、あの伏せカード。で、ディバインとダッシュを、除外して2枚ドローしていく。オーケー、いいだろう。で、引いたカードで、まあ、展開できるかどうかなんだけども、ネメシスコリド。なにやるじゃねえか。超雷竜か、これ。超雷竜は飛んでくるやつ。これ、こいつなんでイカズ地族なんだよ。こいつのイカズ地族のデザインって絶対おかしいだろ。こいつ、絶対なんかさ、作ったやつ、こいつの種族間違えてると思うんですよね。コナミ、絶対こいつ適当に種族考えたろ。イカズ地族、ふざけんな、マジで。ふざけんな、マジで。おかしいだろ。超雷竜くんさ、それで、それ一枚から出てくるの絶対おかしいと思うんだよね。全然関係ねえじゃん。誰だよ、ネムシスコリドって。なんでサンダードラゴン出てくるんだよ。絶対おかしいからな。これ絶対適当に考えたろ、これ。パラリル来た。あ、オッケー。まあ、パラリル来たらオッケー。で、とりあえず無限紅葉で一回ちょっと、無効にしておいてたな。ほんで、まあ、アディオンは特殊した方がいいよ、これね。ちょっと打点上がっちゃうけどしょうがないか。上がっちゃうけどしょうがない。ダイヤ出した方が多分強いから、アディオンからの特殊召喚でパラレルエクシード、向こうに法要があるとちょっと厳しいですけどね。まあ一応多分ディサイブルは通るでしょ。でディサイブル通って、でパラレルエクシードは通るかどうかだな。パラレルエクシードの効果発動。パラレルエクシードはリンクモンスターがリンク召喚に成功した場合に、そのモンスターのリンク先に特殊召喚できる。で特殊召喚成功するとデッキから同じやつを出せる。仲間を呼ぶ効果。まあ、とりあえずですね、特殊化まではね、いいんですけど、あとでサーチが入るんでね、ちょっと、超雷竜の効果向こうにしとかないといけないので、で、一旦ここは、ディーボーディーを行くか。一滴は残しといた方がいいよな。一応。まあ、返しのターンのことも考えて、さらにこのターンのワンキルも考えて。一応ですね、ちなみにディボーティーを出さなければ、アクセスコードもいけます。スプラッシュメイズを使えば、スプラッシュメイズ使って蘇生して、でなんかトランスコード行ってみたいなことはできるんですよ。だからちょっと8000に届かないことが多いということはある。でダイヤですね、このダイヤ戻して、でディボーティー、ダイヤでもよかった今、ダイヤ召喚でもよかったな、まあいいや。これでトークンを出すだろ。でだ、トークンとリンクディボーティーでウィキッド、あのくせに2枚多分弱いと思うんだよ。伏せなかったから先行で、多分そんな強くなくて、まあ、1枚はトップドローしてるから、まあ、分かんないけど1枚は絶対弱い。でウィキッドのリンク先にベイルリンクスを出して、でこの全然関係ないベイルリンクスでサラマングレートサンクチュアリっていうなんか謎のカードをサーチする効果があるから、ウィキッドの効果は無効になるんですよ。これウララをねケアしてます。このウララケアだけのために入っているサンクチュアリー全然転生リンク召喚する予定ないんですけども、ベイルリンクスの効果を一応起動できるから、まあこれでウィキッドがウララ食らわないみたいなね。はい。でチェーンにベイルリンクスでサラマングレッツサンクチュアリーとかに史上最強のフィールド魔法をサーチ、そしてウィキッドの効果で、サイバー速攻の中南を手札に加えることができる。これによって、残機ダイヤを手札に加えていく。ちなみにダイヤはまあ、召喚成功時墓地からサイバー圧力を釣れるんですけども、こいつを巻き込むとね、効果無効にできるね、改ざん機ダランベルシアンが出るんですよ。これがめっちゃ強くて、で残機ダイヤの効果によってアディオンを特殊召喚、家電を買うならアディオンつってね、それエディオンだ。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。これはダイヤを巻き込むことによって相手の効果を1回無効にできる最強のモンスター改ざん機ダランベルシアンを召喚することができる。現れろ改ざん機ダランベルシアン。そしてダランベルシアンの効果発動、このカードがエクシー召喚に成功した場合、オーバーレイトを1つ使い2つ使い、デッキから残機モンスター1体を、いや残機カード1枚を手札に加えることができる。これが実はこれ隠された効果、隠されてないけど、全然隠されてないけど、なんかみんなソリティアにしかこのカード使ってないからあんま知られてない効果。なんか4枚スワイ取り除いて魔法トラップをサーチするっていう方の効果は有名だが、普通の効果残機をサーチするという効果があんまり知られていないこのカードはと個人的には思っている。そして、デッキよりナブラを特殊召喚し、そしてナブラの効果を発動するぜ。ナブラはフィールドのモンスター相対をリリースすることによりデッキから残機モンスター相対を特殊召喚することができる。現れろ残機
マルチプライヤー。マルチプライヤーは自身のレベルを倍にすることが、自身というかフィールド上のモンスターのレベルを倍にすることができるぜ。マルチプライヤーの効果はそう、フィールドのレベル4サイバー速モンスターのレベルを倍にする。これで俺はレベル8になった。レベル8のマルチプライヤーにレベル4の残機ナブラをチューニング。シンクロ召喚現れろ。これが絶望のモンスターだ。エンザキファイアシグマ。そしてマルチプライヤーの効果発動。マルチプライヤーはファイナルシグマの、打点を倍にすることができる。さらにナブラはこのターンモンスター2回攻撃することができる。効果を付与する。無敵ファイナルシグマ。ファイナルシグマはエクストラモンスターゾーンに存在する限り残機以外のカードの効果を受けない。うわー、ビラ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 、最強だ。バトルフェイスだ。行け、ファイナルシグマでファイナルアタック。自分ダメしていいですか。不意打ち一滴トウ。フィールドのモンスターを墓地の送り、お前のモンスターの打点を半分にしていく。うおーっとー。最強炎山機ファイナルシグマ最強。あー、なるほど、何にもねえか。何にもないときはちょっとサンダーボルトで頑張るしかないんだけど。スクラップラプター、うわ世界終わりそう、世界終わりそうな動きしてる。やっぱあれですよね、遊戯王カードでね、あのね、高校を取るデッキはですね、あれですね、手札誘発握れないやつはね、あの高校取るのやめた方がいいです。はい、もうなんか、お母さんのお腹の中からね、やり直した方がいい、マジで。本当に高校で手札誘発を握れないやつ、まあ、特に増殖する G ですね、増殖する G を握れないやつはマジでね、あの本当お母さんのお腹の中から、本当生死の段階からやり直した方がいい、マジで。本当に反省して、すいませんでした。アーデク2体やば、クソ強展開じゃん。ダイガースターエメラル来た。え、これ何置き。え、アーデク2枚でもしかして儀式魔法と儀式モンスターを両方とも最適みたいなことで、ラドンも展開できるの強やばい。なんかアーデク2枚墓地送りながら、なんかあのハリアドンをしようとしてるのがやからいますけども、これ世界終わりそうな展開してんな。これ何が起きんだこれ。一応最後まで見るか。これで墓地送る。え、あ、ヌトス。でアーデクとアーデックの効果が発動して儀式魔法と儀式モンスターをサーチできるっていうことね。うまいねこれ。なかなか求心ヌトス普通に正規召喚は笑うわ。データ何すんだこれ。メテオニス、何メテオニス DRA、 メテオニス QUA。 え、これドライトロンを全力で出しに来るのか。やば。で3体、え、3体で何これ。シンクロ、何アーレイオブジャスティスディサイシブアームズ。なんかやばそうなモンスター出てきたぞ。あいつはなんかあれだよな、あの手札、いや光属性結構いるな。なんかその手札めっちゃポチョくるとさ、星の銀か、何あれこいつら、何属性、光属性、まずい、まずいぞこいつは。手札を確認、相手の手札を確認して、光属性モンスターをポチョくって、なんかポチョくったモンスターの攻撃力分の合計のダメージを俺に与えてくる。まずい、やめろ。うわー、